ドワーフウッドランドナンバー526プラウド暗い森のハートレスを退治しよう1暗い森の入り口クエスト中のすべての敵を一旦フィニッシュで倒せアビリティ紹介数5回以上でクリアアップライトメダル4枚以上でクリアクリーププラントレベル285さあ今日もミッション頑張ろう。クリーププラントを倒せクエストスタート。ドワーフウッドランドナンバー530プラウド断崖のハートレスを退治しように断崖クエスト中のすべての敵を一旦フィニッシュで倒せアビリティ紹介数5回以上でクリア16秒以内にクリアアップルヘッドレベル293アップルヘッドを倒せクエストスタート。オリンポスコロシアムナンバー536プラウド冥界のハートレスを退治しよう6冥界の大空洞最深部クエスト中のすべての敵を一旦フィニッシュで倒せ1000以上のルクソを入手してクリアリバースメダル5枚以上でクリアインビジブルレベル305インビジブルを倒せクエストスタート。お疲れ様。うん、そうだね、最近はルクスの回収がハードだよね。仕方ないよ、今はどこのユニオンも回収が激化してるし。どうして争うのかな。あー、スクルドだっけ。久々だね。どのユニオンも目的は同じ、光を守る。なのにいつの間にかは他人より上に行きたい、他人より多くの光を集めたい。目的変わってるよね。だね。君は？私はスクルド。君は勇気だよね。うん。よろしくね、よろしく。愛してるぜ。ところで君、エフメラって知ってるよね。うん。どうしてって感じだね。私は彼と同じパーティーにいたんだ。って言ってもキーブレード使いになってすぐのことだけど、彼は変わった子でしばらくしたある日パーティーから離れたの。でここからが重要なんだけど、つい先日彼が夢に現れて君と行動してくれって。夢？どうして？
さあ、彼がパーティーを離れてからも何度かすれ違うようなことはあったけど、挨拶程度しかしなかったし、どうして私の夢に現れたのかもわからないの。だから君と行動しろって言われてもどうしてなのか理由もわからない。逆に君に聞けば何かわかるのかと思ってきたんだけど。なるほどね。え、君の夢にも現れたの？彼は何か言ってた？どんな夢だったの？そう、そんなことが。待ってるよって言ったんだね。君がエフェメラと行くはずだった場所にもう一度私と行ってみない？うん。ダメだよ、受ける。アバ様だって近寄っちゃダメだって言ってたよ。何かがあるから近寄るなってことでしょ。エフェメラがわざわざ私に君と行動を共にしろって言ったのはきっとそういうことだと思う。あともう一つ、あ、何？近くだったね。行ってくる。ふふ。え、え？デイブレイクタウンナンバー538、プラウド。音がした方へ行ってみよう。2、2番街。クエスト中のすべての敵を一旦フィニッシュで倒せ。アビリティ消化数5回以上でクリア。アップライトメタル5枚以上でクリア。ファイアープラントレベル309。ファイアープラントを倒せ。クエストスタート。オッケー。あ、やばい。スクルド、どうして？どうして吉田様同士が戦ってるの？うん、やっぱりエフメラが言ってたことは、さっき言いかけたこと、実はエフメラが夢の中で最後にもう一言言ってたの。世界の終わりが近いって。どういうこと？わからない。でも終わりなんて予告なしに唐突に来るもんだよ。だね。エフメラが消えたように行こう。え？うん。え？え？デイブレイクタウンナンバー540、プラウド。時計塔へ向かおう。2、時計塔周辺。クエスト順すべての敵を一旦フィニッシュで倒せ。ターゲットエネミーを2ターン以内で倒せ。45秒以内にクリア。クロー装束レベル313。あー、いたね。いたいた。ルクス、ルクスを。何なのあなたたち。ルクスを渡せ。黒装束を倒せ。クエストスタート。オッケー。やばい。君は、いや、君は、ルクスなんて結局争いの元なんだから僕たちに渡しておいた方がいいと思ったんだけど。まあまだ君たちが持っててもいいか。その色、どうだい僕の新しい姿。やばい、君は完全に闇に染まってしまったんだね。闇に？
どうしてそんなに闇を嫌うの？世界に昼と夜があるように君たちにも光と闇がある。何を恐れてるんだい？さっきの3人はもともとは人間だったんだね。そうだよ。やばい、私たちと同じケーブルアート使い。心の弱い人間は闇を恐れ闇に飲まれる。闇を受け入れ闇をコントロールしてこそ真の強さを手に入れることができる。彼らは君たちのように予知書の欠片の力を使っていない。自らの能力で君たちと戦ったんだよ。これってすっごく、そんなの主の教えじゃない。教えそんなの関係ないよ。世界の事実は誰かに教えられるものなんかじゃない、自ら学ぶものさ。一体君のプレイヤーは誰なんだい？クッククッ、身近にいるさ、いずれわかるよ。デイブレイクタウンナンバー541プラド。エフメラと最後にあった場所に向かう1、2番街。クエスト中のすべての敵を一旦フィニッシュで倒せ。1000以上のルクスを入手してクリア。デッキのメダル1万以下でクリア。パッションローズレベル315。エフメラと最後にあった場所に向かおう。パッションローズを倒せ。クエストスタート。あ、いけない。あ、こっから入ってるんだ。来るぞ。君がエフェメラと行くはずだった場所に行ってみよう。うん。いるんですよね、やっぱね。オッケー。デイブレイクタウンナンバー545プラウド。エフメラと最後にあった場所に向かおう。5、地下水路。クエスト中のすべての敵を一旦フィニッシュで倒せ。1000以上のルクスを入手してクリア。アビリティ紹介数9回以上でクリア。サーチゴーストレベル323。サーチゴーストを倒せ。クエストスタート。スクルド、君がエフメラと行くはずだった場所に行ってみよう。受ける。セリフ一緒やんけ。いいね。はい、オッケー。そうそう、ここここここがエフェメラと最後にあった場所。うん、きっとこの先に秘密があるのね。どうする、チリシ？本当にここから先に進むの？さっきの黒装束や黒いチリシ、何か嫌な予感がするようだね。大丈夫、君この塔の中の構造は知ってるんだよね。う、うん、じゃあ案内して。わかったよ。でも本当は立ち入りを禁じられているから、少し覗いたらすぐ帰るんだよ。うん。約束する。デイブレイクタウンナンバー555プラウド。時計塔の中を進もう。10、予知者の部屋。クエスト中のすべての敵を一旦フィニッシュで倒せ。1000以上のルクスを入手してクリア。デッキのメダル2万以下でクリア。予知者イラ、レベル343。さあ来た。ここは、ここが最後の部屋、予知者様たちの部屋だよ。スクルド、エフメラはここまで来たのかな。見ての通り誰もいないし何もないよ。置いてあるものを勝手に触るのはダメだし、約束通りもう帰ろうよ。誰かに見つかったら大変だよ。
そうだね、ここには何もないか。なんだか肩透かしだったな。エフメラの夢は何を意味してたんだろう。何をしている。やばいやばい。マスターウィラ様、すみません、私たち友達を探してて。チェリシー、お前がついていながらなぜここに入ることを許した。すみません。先日もここに侵入した者がいたが、彼が君たちの友人なのか。はい。あ、答えてる。彼をエフメラを知っているんですか。彼が所属していたユニオンは、我らウニコルニスとは相反する目的でルクスを回収していた。彼が君に近寄ったのは我らのユニオンの情報を探るため。彼にもう会うことはできない。まさかエフメラを消えてもらった。おお、勇気、許せない。どうする気だ。ダメだよスクルド。マスターイラ様、今日の一件は全て僕の責任です。どうか二人許してください。あ、ディアリービーラブド。勇気、マスター様、今日まで自分はこの世界のために光を回収しユニオンに尽くしてきました。仲間だと思っている同士でも競い合ってきました。それもこの世界のためなら仕方がないことだと、その意味を考えないようにしてきたんです。でもそんな時、そんな単純な疑問を問いかけてくれた。それがエフェメラです。彼との出会いはほんの一瞬だったし、約束も破られて、そんなに楽しい思い出ではないけど心に大きく存在しています。それはきっと彼が友達だからです。そんな友達を奪われた。この怒りと悲しみの感情が闇を意味することであっても、自分はどうしても抑えることができません。もしマスター様とキーブレードを交えたとしても、自分が無事で済むとは思いません。自分も消えてしまうかもしれません。それでもきっとエフェメラがこの場にいたらこうするでしょう。あ、マスターイラ、キーブレードを構えてください。めっちゃ滑ってる俺。おお、来なさい勇気。4つ差イラを倒せ。クエストスタート。オッケー。うん。勝ったのに負けてる。受ける。怒りと悲しみに飲まれることなくよく戦いましたね。おお、アバ様。勇気、スクルド、あなたたちの心の強さを確かめさせてもらいました。さっきまで戦っていたマスターの場所も私がここで作った幻影。どういうことですか。エフメラが夢で告げた通り、もうすぐこの世界の終わりが来るでしょう。やばい。もしこのまま世界の終わりに全員が巻き込まれれば、キーブレード使いはそこで途絶えます。それは避けなければいけない。私は自らの使命を遂行し始めました。ユニオンの隔たり関係なく、優秀なキーブレード使いたちを後の世界に残す準備です。後の世界に残す、あまりにも唐突な話で、うん、結局エフメラはどうだったんですか。今話した通り、この世界は終わりに向かっている。エフメラが疑問を感じ調べていたのは、ある意味それを感じ始めていたからでしょう。彼は誰よりも早く真実に近づいた。だからお願いをしたの。私の代わりにダンデライオンを導くように。ダンデライオン？
後の世界に残るキーブレード使い、それがダンデライオン。世界の終わりに立ち会わない者たち、そのダンデライオンを組織するのが私の役目。でも私は世界の終わりに立ち会わなければいけない。だから私がいなくなった後、残った者たちを導いてもらうために、エフェメラにはもう別の場所で待っていてもらうことにしました。別の場所？じゃあエフェメラは無事なんですね？それを先に聞きたかったよね。この世界が終わるのはキーブレード使いの中に闇に飲まれた者がいるから。黒いチリシーに出会ったと思うけど、あれがその証。後の世界に闇の力を残さないように、私はあなたたちキーブレード使いの心を揺さぶって、わずかな闇に飲まれないものをダンデライオンとして選んでいる。だからあなたたちにもお願いしたいの、ダンデライオンに加わることを。わかりました。どうしたの、ユキ？うん。そのダンデライオンに選ばれない大多数のキーブレード使いたちはどうなってしまうんですか？気になるね。この世界の最後、キーブレード戦争に向かうことになるわ。キーブレード戦争、それはもう避けられない。ダンデライオンへの参加は考えさせてください。あら、勇気。わかりました。強制はしません。ただ混乱を起こさないよう、このことは他言しないでください。だね。はい。どうして参加を保留にしたの？参加すればエフェメラ君にも会えたかもしれないのに。エフェメラは大切な友達だよ。でもこれまで一緒に戦ったキーブレード使いのみんなも大切な仲間だから。いいね。そっか。私の話していい？どうぞ。実は私がキーブレード使いになってパーティーを作っても誰も入ってくれなくてさ、そんな時にエフェメラが入ってくれたの。ずっと二人のパーティーだったんだけどね。しばらくしてパーティーのメンバーも増え始めて、みんなで一緒にルックスを集めることに必死になってて、エフェメラと二人で話す機会も減って、そんなある日、スクルドはもう大丈夫だって言って彼はパーティーを去っていったの。それからも私はパーティーのメンバーとルックスを集めることに夢中になってた。でも気づくとパーティーのメンバーが減り始めてて、結局また一人になってたんだよね。そっか。エフェメラはきっとパーティーを去った後も私のことを心配してくれてたんだと思う。だから君に会うように言ってくれたんだと思う。君はいろいろ気づかせてくれた。でも私はエフェメラに会ってお礼を言いたい。だから参加したいって思った。そっか。いいね。また会おうね。今日もまたこれまでの任務になぞらえた訓練になります。既に体験したことの追体験になりますが、それはまるで夢の中の世界、こことは別の空間での。あなたたちは希望です。いずれ争いが始まる。同じ光を守護したいと願う者同士が、ただユニオンの隔たりというだけで競い合った友人と敵同士になってしまう。私もどこまで正しい導きを続けられるかわかりません。自らの闇に飲まれ、争いの中心でキーブレードを振るうかもしれません。でもこの戦いに勝者はいない。全てが消滅するだけです。だけどあなたたちは希望の種として残ってほしい。もしこの先その争いが起きた時、あなたたちだけは争いに参加せず外の世界に旅立ってください。日々こうして別の訓練を繰り返すのはそのためです。あなたたちにキーブレード使いの未来を、光の世界を託します。鍵が導く心のままに。イエンシッド様。